ケルアビブのマスタープラン、1925パトリック、ゲデスは、スコットランドのアバディーンシャー生まれの生物学者、植物学者であり、教育学者でもあった。いわゆるゼネラリストである。ゲデスは、実際には学位を取得していなかったが、各方面で優れた業績を残している。目をわずらって、顕微鏡を除く、研究等に支障が生じ、転職を決意する。 その後エディンバラの保存に関する社会学的業務によって都市計画分野に導かれている。今日の近代都市計画理論において、著しく拡大された意味ですなわち予備的調査の必要性と処置の前段階としての診断を生物学的調査に近い社会学的調査に基づいた都市計画を受け入れることを確立した。また、 都市圏という観念を地理的にまたぐ、機能的に連結した都市一群として定義し、1919年頃に都市計画用語としてゲデスによって使われ始める。20世紀初頭、都市計画に地域という概念を導入し、地域調査運動を展開。そうした成果を博物館に展示し、市民が都市の進化の過程を認識し、 エウトピアの実現を探求するように働きかけ、一貫して保存手術による歴史的な都市の改造を提案。その足跡はスコットランド、アイルランド、フランス、インド、バレスチナ、イスラエルにまで及んでいる。ゲデスはその死後も環境に着目する生態的な都市、地域計画に影響を与え続けている。 イギリスの都市計画家、ウィリアム・ホルフォード卿は、我々が頭の中でどこに行こうと、ゲデスが戻ってくるのに合うと述べている。ショーツの展望台として知られていたタウンハウスを1892年に購入、エディンバラの展望塔という都市の研究所にし、都市計画の研究に従事する。都市計画に関する彼の主張に、シティーズ・イン・エボリューションがあるが、この中で、 都市調査の理論的基礎を築いた。弟子の一人に、ルイス・マンフォードラがいる。ゲデスは同じく都市計画の理論方面で活躍した、エベネザー・ハワードと共に、近代都市計画の祖と呼ばれる。1911年から1914年にかけては、レーモンド・アンウィンと共に、アイルランドで、続いて、 インド、また1919 19年から1929年までエルサレムの嘆きの壁のための計画やパレスチナなどで都市計画の仕事に関わる。アイルランドの仕事は実際には資金ショートを起こして実行に至らなかった。ゲデスが収容した様々なコレクションを展望等で展示し、後にそれらは英国各地と植民地を巡回する。 都市計画展で披露される。第一次世界大戦中に、マドラスでも展示館を開催しようとして展示物を乗せて運搬するが、輸送船が途中でドイツ艦に沈められてしまっている。インドでの仕事は、後、マドラス長官になったペントライト市議会議員に、ニューデリー首都計画委員会のメンバーとして、インドに招かれたものであったが、 委員会の都市を取り壊して改造することをベースとした都市計画手法を再三にわたり批判、後に罷免される。特にエドウィン・ラッチェンストは、拳縁の中で、ヘンリー・ボーン・ランチェスターら、他の都市計画家をも毛嫌いしていた。お互い嫌悪感を抱き、仕事の考え方、思想感から、将来の見通しから何から何まで意見が分かれていた。 インド改善トラストのスラムクリアランス政策を非難、強進的な衛生思想で死をもたらすオスマンカ、と呼んでいた。その間、古代インドの都市形態や土着文化、計画方法を調査し、土地固有の計画を伝統に学ぶ姿勢を貫くほか、バローダの繁王の依頼で、同ンプネーにガーデンサバーブ開発を手掛ける。1915年に誕生る列宝となる都市、 計画手法を提唱。誕生るレポートに示された保存系外科手術によってインドの社会監修や都市計画に関する報告書からその理念や思想が理解できる。同年から1919 19年までにかけてタータ鉄鋼会社によって開発されるがストライキによって進められなかったジャムジェトプルの都市開発の仲介に当たったことでインドの初都市で 都市コンサルタント業務を展開する。バローダの反王は特に戦士で時代を基礎にしていたため、韓国の工業開発や土地投資を推進し、都市開発を促していた。その間にまとめた報告書は50を数え、それら報告書や著書は当時の軽かった改善トラスト図書館に寄贈された。他に1918年には、 こうした成果をまとめたインドールレポートを刊行した。インドールで1日半王を務めた際、ペスト菌をばらまくネズミをかがり火で燃やし、衛生に関する活動を展開したほか、地元の衛生官がマラリアの脅威を目的に潰したがっているインド貯水システムを保護する。西洋式の都市計画よりも土着の慣習とそれを生み出す都市形態との再解釈と評価で、 東洋の文化に根ざす新たな近代式環境を創出することを提唱した。インドでのこうした衛生対策、伝統的なインドの貯水システムについて貯水池に通じる表面物の排水システム形式による合一水を問題視し、水の停滞防止策をいくつか提案している。アヒルによる防フラ捕食を支持したほか、西洋技術による 給水塔の劣化による汚水流出を問題視する。公衆便所の導入から排泄物を低塩用肥料として用いることで下水設備の必要性を減らせるという考えがあった。教授職はダンディ大学で1889年から1918年まで植物学の教授を務め、1919年から1925年までは ボンベイ大学の社会学科と、市政学科の学科長に、就任の傍ら、マドラス管区のインド人土木技師に対して、研修講座の講師を務める。ゲデスは決して都市を、造形美やパターンなどの問題としてだけに取られずに統計的な資料収集や調査を行って、数量的に処理しようとする、都市計画の科学的進歩に大きな影響を与えた。 エルサレムで取り組んだ都市改良計画では、3つの目標、旧市街地の保存強化、旧市街の考古学的発掘支援、投稿線に配慮した住宅地形成を掲げ、計画案を立案した。難民流出によって1936年までにパレスチナの人口が以前の2倍に膨れ上がり、シオニスト組織は MD エデル博士の推挙によって、 ゲデスにコンサルティングを依頼した。こうして1919 19年から、テルアビブの低密郊外住宅地開発や、カーメル山周辺開発計画を示し、自然発生という思想に沿った、農村集落案を提案。ハイファでの計画では、スタントン陸軍長官の協力の下で立案し、その後ドイツ人建築家、リチャード・カウフ,フマンに引き継ぐ。 1925年に手掛けたテルアビブ北部市街拡張計画案が最後の業務で70歳の時任されている。都市計画委員会によって承認されスリランカ風の集落を元にした低密度住宅群は後のイスラエルの都市開発に影響を与えていく。エデル博士はゲデスを伝統と過去の美を保護、保存に熟知し同時に公衆衛生と 近代主義の手法へと昇華させると表している。息子は1917年の第一次世界大戦に出世して死去する。生前はナイトの称号推薦を断り続けていたが死の直後にナイトに劣勢られている。ゲデスは植物の学名で命名者を示す場合にパトリック・ゲデスを示すのに使われる。ありがとうございます。